河津広之河津広之明治二十七年七月十二日は明治時代前期の官僚、元老院書記官大阪公訴院検事長名古屋公訴裁判所検事長司法大書記官司法省刑事局長停身時間などを歴任東京法学校校長通称は志郎。白桂二年四月八日に三河国政探藩の藩士である黒沢家に生まれる 幼名は孫次郎。長寿て幕臣である河津助国の娘婿となり、河津家の家督を継いで河津博之と改名。文久2年から江戸幕府の要所調べ書で教育を受け、また三作臨床の門下となって学問を治め、慶応2年、幕府の外国方翻訳係となる。その後、和英大役辞書などを出版して語学の天才と言われた。 明治時代になってからは、明治3年3月から大学南校に出資し、同7年9月まで、文部関係の管理として、文部中教授、文部省学生取調べ係などを歴任。明治4年12月から三作臨床の下で、学生の起草にあたり、明治5年5月から、教育制度調査のため、フランスに留学。明治六年以降に、文部省から観光された、 仏国学生の翻訳者を務めた。明治8年6月から同12年まで、元老院書機関となり、ボアソナードを助け法典調査、起訴などに参与。明治13年11月に検事となり、大阪公訴院、名古屋公訴裁判所の検事長を務め、同15年8月に退官。また、同時期には、欧命社に入り、民権思想を広める活動も行った。 退官後は自由党に参加。日本立憲政党新聞の主幹となり、明治18年6月まで在社。その後、再び官会に戻り、1886年2月、司法大書機関となり、3月に司法省刑事局長となった。刑事局長時代には、東京法学校の校長に就任して、 東京仏学校との合併による和仏法律学校設立に従事した。1890年に直任官。1891年の大津事件に際しては司法省刑事局長として対応に当たった。同年7月23日には停止時間となったが、1893年3月、病気療養のため退官した。療養に勤めるが、 翌年7月12日に死去。去年46。墓は、東京都台東区谷中の玉林寺にある。法名は宗達神殿伝営理に広行大古事。長男の明は、経済学者で、東京帝国大学経済学部教授となった。なお、千の三男で、東京大学工学部教授の言うもとの子も創祖父と、同名の、広行である。 abcdefgi 講談社日本人名大辞典河津博之 abcdefgi jklmn opqrs 国士大辞典三巻吉川博文館河津博之谷中文部科学省学生の制定学生100年史小学総論中学総論の校越大学総論の翻訳 磯貝ピアニッシモ、826から827、漢方、第2136号、ジョニー及び、事例1890年8月12日。漢方第1027号、ジョニ八1886年12月1日。漢方、第2251号、ジョニー及び、事例1890年12月27日。漢方、 第2701号、除人及び、事例1892年6月30日。黒沢孫志郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。